ずんだもんいる？やあピンク、待っておったぞ。何よ、いきなり色で呼ばないで。私も何かお魚を飼ってみようと思うんだけど、ちょっと相談に乗ってもらえる？そこに3つのモンスターボールがあるじゃろ。3匹しか残っとらんが、お前に1匹やろう。何かおすすめしてくれるの？どんなお魚かしら？水タイプのグッピーにするんじゃな。え、待って待って、まだ決めてない。水タイプのネオンテトラにするんじゃな。待ってってば、てか水タイプかぶってるじゃないの。お魚なんだから当然なのだ。最後の1匹も見てみようかしら。草フェアリータイプのズソダモソにするんじゃな。何これ、ズソなんて、実質2択じゃないの。水タイプ2匹の違いがよくわからないんだけど。水タイプのグッピーにするんじゃな。違いを教えてよ。水タイプのネオンテトラにするんじゃな。だから待ってっては。水タイプのグッピーに、水タイプのネオンテトラにするんじゃな。ズソダモスにする？いきなりセリフに血を通わせるな。水タイプのグッピー、水タイプのネオン、水タイプのグッピー、水タイプのネオンテトラにするんじゃな。大気味センスあるね、ズソダモスおすすめだよ。ズソダモソ、2決めたわ。いけ、ズソダモソ、自爆。お前サイコパスだっけ。というわけで今日はグッピーとネオンテトラの違いについて解説するのだ。髪の毛に包帯はいらないでしょ。これからアクアリウムを始めようとしてるガチ初心者向けに、あえてグッピーとネオンテトラの2種に絞ったのだ。まあ確かに熱帯魚って聞いて最初に耳にするのは大体この2種ですもんね。この動画では詳しい飼育方法までは説明しないから、違いを知って興味が湧いたら自分で調べてみてね。安定の他力本願だわ。あとこの動画の内容は僕の体験によるものもたくさん出てくるから、どうしても個人の主観で語ることがたくさんあるのだ。だから、いやいやそこは違うでしょって思ったことはどんどんコメント欄に書き込んでほしいのだ。そうすることで情報の厚みがどんどん増えてくのだ。でも確かにどちらも初心者向け熱帯魚ってよく紹介されてるけど、具体的な違いって言われるとよくわからないわ。まあぶっちゃけ混影もできるくらいだから些細な違いも出てくるけど、とりあえず解説を聞いてみて違いを知ることで熱帯魚への興味を深めてほしいのだ。それじゃあよろしくね。まず最初に比べるのはこちら。同じ熱帯魚なのに性格なんて違うものなの？グッピーとネオンテトラは犬と猫くらい性格に違いがあるのだ。まずグッピーなんだけど、こいつらは警戒心のかけらもない人間大好きマンなのだ。厳密に言うと、人間イコール餌をくれる存在って認識をしてて、人間が近づくだけで水面に集まってくるのだ。やだ、可愛いじゃない。イメージとしては金魚とか池の鯉に近い性格なのだ。ただゆっくり観察したくても餌くれくれ状態になっちゃって、なかなか普段の状態を観察できないことがあるのだ。とにかく懐いてほしい人におすすめってことね。次にネオンテトラなんだけど、僕が飼ってる限りでは人間に餌をおねだりすることはめったにないのだ。ちょっと寂しいかも。それどころか水槽に近づいたり、写真撮ろうとしてスマホを構えると逃げちゃったりもするのだ。ネオンテトラは数匹まとまった数を飼育すると群栄したりして、自然の姿を垣間見えることもあるのだ。ただ安心しきってると群栄しないことも多いのだ。グッピーは群栄することはないの？集まって泳ぐことはあるんだけど、グッピーの場合群栄というよりは、行きたいところがたまたま同じところだったから集まってわちゃわちゃしてるって感じなのだ。僕の知り合いの中には、グッピーみたいにあんまりくれくれ言われると疲れちゃうって言ってる人もいたから、お魚らしい姿やゆっくり観察したいって人にはネオンテトラの方がおすすめなのだ。なるほどね。はい、次。これは有名な話だから知ってる人も多いと思うけど、グッピーはオスとメスを一緒に飼育してると知らない間に増えまくるのだ。これは卵胎性という生態の影響で、グッピーのメスは卵じゃなくて稚魚の状態で子供を産むから、生まれた時から水槽の中の何かしらを食べ始めて気づいたら大きくなってるのだ。にぎやかになっていいじゃない。あんまり増えると過密飼育になって、最悪の場合水槽内の環境が崩壊して維持できなくなることもあるから、グッピーを飼いたいけど増えてほしくないって人はオスだけとかメスだけにするのも手なのだ。ネオンテトラは増えないの？基本的には飼育下では繁殖することは稀なのだ。じゃあ増えすぎて手がつけられないってことは起きないのね。はい、次。グッピーはピンとキリでだいぶ値段の差があるんだけど、一番安い外国産グッピーのメスでだいたい200円ぐらいからなのだ。ほうほう。一方ネオンテトラはロングフィンとかアルビノとか特別なやつは別として、基本的には100円以下で購入することができるのだ。そんなに安いの？だからたくさんお迎えして分営させるのも経済的負担はそこまで。
まで大きくないのだ。分営っていうのは何匹くらいからするの？だいたい5匹くらいから分営すると言われてるのだ。それくらいならすぐ揃えられるわね。はい、次なのだ。グッピーは1年から2年、ネオンテトラは2年から3年と言われてるのだ。もちろん個体差とか飼育環境で大きく変わるんだけど、基本的にはネオンテトラの方がちょっと長生きするのだ。グッピーは1個体の寿命は短くても繁殖させることで長期飼育も可能ってことね。ただ繁殖させて長期飼育をすると血が濃くなって奇形や両弱個体が生まれやすくなるから、たまに新しい個体を購入して出すことをおすすめするのだ。ただでさえ増えちゃって困るのにさらに買い足すのはちょっと勇気がいるかも。まだまだ行くのだ。グッピーの場合、水槽内で繁殖した個体も含めて色や体型なんかの個性が結構違うから、一匹ずつ名前をつけたり別々に認識して可愛がりたい人におすすめなのだ。ネオンテトラは基本的に色や体型はほとんど一緒だから、ここを意識するというよりは全体の群れとして可愛がりたい人とかにおすすめなのだ。見分けがつかないのはちょっと寂しいわ。ただ同じ模様と体型をしてるネオンテトラでも、飼育してる間に不思議と区別がつくようになることもあるのだ。動物園とかでたまにある、飼育員しか区別できないのに名前のパネルが貼ってあって結局どれがどれだかわからないあの現象ね。次で最後なのだ。基本的にはどちらも初心者向けってよく言われるだけあって、最低限の機材で飼育できるんだけど、強いて言えばグッピーの方が水流に弱い傾向にあるのだ。あれだけヒラヒラしてるんだから仕方ないわよね。だからグッピーを飼育する場合、スポンジフィルターとか外部式フィルターみたいな水流が起きにくいタイプのフィルターを使うか、水流が強くなりがちなフィルターを使うときは突出口をガラス面に当てるとか、水草やオブジェで水流を抑えるとグッピーたちも快適になるのだ。ガチ初心者は水流が弱いフィルターなんてわかんないんじゃない？そういう時は安くて壊れにくいスポンジフィルターがおすすめなのだ。ついでにエアレーションできるし水流も弱くて、スポンジは洗って繰り返し使えるからランニングコストも抑えられるのだ。ちょっと存在感が強めなのがネックね。あとはネオンテトラは弱酸性でグッピーは弱アルカリ性がいいっていうのもあるけど、そこまでこだわらなくても水合わせさえきっちりやればよっぽど大丈夫なのだ。日本国内の水道水を軽き抜きしただけの水で大丈夫ってことね。水道水の水質が心配な人は飼育する前に試薬を使って水質を調べて、結果をショップの店員さんに見せて相談してみるのだ。相談してなんとかなるものなの？硬水を軟水にしたり pH を調整したりする添加剤があるから、それを使うことになるのだ。できれば使わずに済みたいわね。それじゃあ今までのことをまとめるのだ。こうやってみるとどちらも簡単だけど好みがだいぶ分かれそうね。絶対こうだっていうわけじゃないんだけど、強いて言えばグッピーは生態メインで飼いたい人向け、ネオンテトラは水系に凝ったり自然感を楽しんだりしたい人向けって感じなのだ。とはいえもちろんグッピーをきれいな水草水槽で飼育することもできるし、ネオンテトラを生態メインの水槽で飼育してる人もたくさんいるから、まずは好みのお魚をやれる範囲の環境で飼育してみて、慣れてきたらいろんなことにチャレンジしてみるといいと思うのだ。そろそろエンディングにしましょう。経済的なこともあるし、いきなりいくつも水槽を立ち上げるわけにいかないから、今回はいろいろ話を聞けてためになったわ。特に最初に説明した性格の違いなんかは、飼育方法を調べてもなかなか出てこないことがある割に、個人的にはかなり重要な要素だと思ってるから、今回の話を参考によく考えてほしいのだ。最初にお迎えするお魚は決まったのだ。実はグッピーとネオンテトラの違いを聞いてるうちに、他のお魚のことも知りたくなっちゃって、最初にお迎えするお魚を決めるのはもう少し後になりそうだわ。まあ他にも飼育難易度が低めで綺麗な熱帯魚はたくさんいるんだけど、どの子をお迎えしても後悔することなんてよっぽどないから、なんとなくで決めちゃってもいいと思うのだ。先に水槽の中の環境を決めて、その環境にぴったりのお魚を選ぶっていうのもいいかもね。話が長くなっちゃったからこの辺りで締めるのだ。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイなのだ。